はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ういうい。ということで、本日はですね、勝ち確ということで、見てくださいよ、この三千と輝く緑色に満ちたガチャピンの体液のゲージを、はい。ガチャピンの体液をね、採取しまくり、ルーレットを回しまくり、お前の今日採取する血液のリットルはこれだぜ、ぐる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 、チュー、あ、僕の体液を吸わないでよー、ビュ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 、あ、これが満タンになったら、お前はさらに体液を吸収させることになるのじゃー、言うて。はい、ということで回していきたいと思います。勝ち確なので安心ですね。せいー。まさかなんか100連とか引いたり、なんか普通にガチャピン引いたりとか、そんな面白くないことにはならんやろ。おしおしおし、オッケー、いいんじゃない、これでガチャがピンピンされちゃう。神調整、神調整です。皆様お待たせいたしました。なんだこれ。おい、まあ、これでガチャピン確定の20連だから、まあ、安心していけると。で、明日は100連確定かな、うん。っていう風になってるんでね。はい、ガチャピンさんいつもありがとうということで、神調整をしながら、今回のフェスぶち込んでいきたいと思います。今回のレジェンドフェスはピックアップなしで、お送りさせていただいておるらしいので、まあ、ちょっと回していきますね。はい。じゃあまず、無料10連。はい。おい、二次率 0% 現状。0%! 最悪の引き。幸先があまりにも悪すぎる剣20連目、はい。よし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 。そうだよ、そうだよ、そうだよ。おい。リミブキ欲しくてさ、最近。全然これはリミブキじゃない。でも結構見た目的にはリミブキ。はい。ああ、リミブキじゃない。いや、今回はね、リミブキがマジで欲しくて、結構ね、ヒヒとか使っちゃったんで。正直あんまりね、もうちょっとヒヒロカで浮くだけ、リミブキが出て、とつれるリミブキが出て、ヒヒが浮くだけでマジ最高って感じだね。サンダルフォン、リミテッドサンダルフォンのエフェスとか来たら嬉しいなーって思ってるんですけどね。かぐやのセンスとかも今出るタイミングじゃない？ちょっとムックモードに入りたいんですけど。ムックモードに入りたいんですけど。もうここで出なかったらムックモード入れんよ。ムックモード、もう入れないね。いや、もう入れないね、ぐらいのタイミングで虹出られても困るな。なら最初に出てほしかった。この30連あたりでさ、虹が出るっていうのが一番、こう、美味しくないというか、ムックにならないでしょ？なれ、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 ほら！だってさ、だってさ、ガチャピンで10連でさ、ムックに入ったらさ、20連確定なわけじゃん。うん。俺がやったのって要するに虹1個引いただけだからさ、いや、ムックモード入れないの、損ですよね。ごねとくね。うん。これでごねて、引かせようとしている、これミザの頭脳プレイなんで、はい。止めないでください、僕のことを。僕のこの、お前恥ずかしいからやめろを止めないでください。これごねてるんで。じゃあ行きます。これ今回スターレジェンド10連ガチャ2個来てて、これグランデフェスとレジェンドフェスかな？うん。グランデフェスとレジェンドフェスでスターレが出てる。これ美味しいところが、まあ、さっきもチラッと言ったんだけど、武器とつれるんですよね。そう。武器をとつれるから、季節限定、特に俺はもう加入済み、もう全員加入してるんで、キャラクターが。うん。まあ、だからちょっと武器が拾えるっていうだけで、激お得 CH なんですけど、うん。何もらおっかな。クリムゾンスケールも終わったし、俺これ終わった？これ以上かな？じゃあちょっとこの4、これだけで回していきたいと思います。出てきたら幸せなんですが、他に欲しいリミ武器あったかな？ないかも。ちょっと欲しいリミ武器がないのは恐ろしいことですな。ちょっと考えさせて。はい、ということで設定完了しました。とりあえず、上5人までは欲しいかな。うん、呪職の外装も欲しいし、まあ、あと、ウリエルの拳とか、ルオー拳とか、パーケンとか、エフェスとか、このあたり欲しくて、まあ、あとは下は、そんなに、こう、もうすでに4凸できてるし、必要本数もある程度揃ってるけど、まあ、穴埋め的な感じで入れたっていうところですね。
まあ基本的に刑事が欲しいので、まあ、ハイラーとかはもう外れなんだけど、まあ、ちょっと、アクセントとして入れてみました。はい。やっぱりね、ガチャを回すならスリルが必要でしょうということで、購入に進んでいきたいと思います。対戦よろしくお願いいたしマングス。せい。いくぞー。ここでさー、虹が出る可能性もあるっていうのが素晴らしいですよね。お、ちょっとガチャピンの10連目でこれ来てくれや。ガチャピンの10連目でこの引き頼めないか。頼めんか。うわー、アンチラですね。アンチラからの、ケージ。まだゼロケージなんですけど、さすがに俺もパチンコ屋で花のケージ回しちゃうよ。いくぞ。はい。ああ、はいはいはい。耳の回転飾りね。はい。で、まあ、SS レア確定ガチャを引く。はい。まあ、ハイラ以外で頼むわ。ハイラ以外で。まあ、なんならさっきの上5、上5、当たり枠。ああ、ま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 あ。できれば、ウリエル拳とか欲しかったけどね。後出し情報。まあまあ、まだね、欲しい方っすよ。俺まだ呪色の外装4凸1本しか持ってないんで、呪色の外装4凸1本おじさんだから、まあ、ちょっと2本目の4凸も視野ってのはでかいポイント。俺結構さ、なんか、プレボの中に放置しちゃってるから、もしかしたらワンチャン4本、2本目。いや、さすがにないね。これで1凸かな？うん。まあ、呪色のフェリエル槍に関しては、まったりとね、素引きで4凸を作りたいっていう野望があるので、はい。まあ、その野望に一歩近づきましたね。じゃあ、こっちも行こうか。こっちは、まあ、まあ、ここら辺、これ必須として、俺の中では。まあ、ここもいらねえけど、必須ということにしておこうか。まあ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 。こっちの方が欲しいもの多いかな、俺の中では。うん、和物とかも、あってもいいか。うん。うん、これでいいんじゃないかな。全部欲しいんじゃない？いや、こっちの方がね、欲しいやつ多いね。こっちの方が正直欲しいのが多い。一瞬で決まったわ。行くぜ。対戦よろしくお願いします。そい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 。レディーゴー！虹来い！にょ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 。で、ひまこ。あー、いらんのー。いらんのー、最低保証で。いくでー。いや、まあまあ、外れないですから、外れなしガチャ、屋台のくじ引きぐらい外れなくてわろた。いけ。そい！よーし！いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。水天の福音はね、ちょうど欲しかった部分ではございまして、無凸2本なんだよね。一番欲しかったんじゃないかな。ナイト・オブ・アイスとか引いたら、まあちょうど4凸2本とかなってたんだけど、まあなんかちょっとそれ以上が微妙になっちゃうから、まあ水天の福音がこうやって引けたのは、個人的には嬉しい部分ですわな。はい。ということで、今回のガチャピソでした。はい。まああの、あれだね、ガチャピン、明日が100連確定でラストっていうことで、これはどうしよっかな。170連か。天井もワンチャンありだよな。武器もさ、下の方、まあ、さっきのね、グランデフェス違うわ。さっきのスターレジェンドだったらちょっと微妙寄りだったけど、まあ、選んで取れるというのであれば、エフェスとか、パイルスマッシュとか、まあ、この3、まあ、この4本じゃない？ここの4本。5本かな？ロードオブフレームも入れた。ここら辺の5本とかは、とりあえず欲しい武器筆頭っていう感じなので、ちょっと天井とかも悩んじゃうねっていうところです。はい。まあ、ちょっと明日までにじっくりと考えたいなと思います。皆さんもなんかいい引きしてたらコメント欄で教えてください。ほら！まだおしましょう。じゃあね、バイバイ。